皆さんこんにちは。今日はですね、この鉄道のですね、線路の上を走ってるあの乗り物ですね、あれを何と呼ぶかという話ね、をしたいと思います。ちょっとね、この鉄道そのものとは、まあ、関係ないというか周辺分野ということになりますし、でこれ日本語の基本的に話ですので、チェコヨーロッパというこの鉄道チャンネルね、それちょっとね、そぐわないところがあるんですけれど、まあ、最後の方でね、チェコ語とか英語の話をちょっとしますので、まあ、その辺はね、ご了解いただきたいと思います。なんでこんな話をするかって言いますと、昨日ですね、ゆうきちさんがなさってるお家にいようっていうチャンネルがあるんですけどね、そのコロナウイルスの関係で外出を控えようっていう、そういうチャンネルでライブを毎日なさってるんですけど、その中でちょっとね、そこの話題が出てきたので、それに関してね、ご説明したいと、私なりのこの意見をね、言わせていただきたいというふうに思います。ライブの中でね、チャットでこうやってもそのあまりまとまった話はできないのでね、動画を一本作ることにいたしました。それでですね、私は別に鉄道の専門家でも何でもなくてね、この鉄道はほとんど趣味でですね、まあ仕事で寝台車のね、乗務員とかやってたことありますけど、ほとんどね、趣味なわけです。で、一方ね、その言語の方はね、まあ大学で合計どんくらいだろう、モロッコで3年とチェコで4年ですね、言語学っていうのを勉強してまして、学位取ってないからね、専門家とは言えないんですけど、それなりにね、自分でこう一生懸命勉強してきたっていう、そういう経緯がありますので、で、あと、このね、言葉についてね、ちょっとお話ししたいと思います。でね、これ日本語で線路の上を走ってる乗り物ですね、あれなんて言うかっていうと、これ電車というふうに一般的に言われてるんじゃないかと思います。で、その地域によってね、汽車っていう言葉ね、これが残ってるとか、使われていること地域もあると思いますね。で、その他にはですね、列車という言葉もあるのかなと思うんですけど、列車っていうのはでもどちらかというとね、これ専門用語に近いのかなというような気がします。なんかそのどっか出かけるときに何で行こうかって話をしたときにね、車にしようか列車にしようかって普通言わないですよ。車か電車ですよね、多分ね。あるいは電車か飛行機どっちにするとか、バスと電車どっちが安いとかね、そういう話をよくしますけど、そういう時に列車というふうに言うって、地域によってあるのかな、ちょっと私もその日本語の方言について詳しくこう研究してるわけではないのでよくわからないんですけど、ちょっとね、あまりかピンとこないような気がするんですね。でね、じゃあなんでどういう状況になってんだろうって、これいろんなその3つの言葉がこうあってですね、どれが正しくないっていう話ではここはないんですけれど、どのような使い方をしているのかなってことをね、ちょっと考えてみたいと思います。それでですね、基本的にこの列車、これ今ここにこの図を描きましたけど、これはね、正確にっていうことではなくて、正確っていうんじゃなくて、厳密にですね、厳密に言うとこのような定義ができるよってことですね。で、厳密にっていうのは、その正確にとちょっとね、ニュアンスが違ってるんで、そこを注意していただきたいんですけれど、で、これ鉄道会社ですね、例えば JR とか行くと、JR の社内ではこのような分類の仕方をしています。で、これについてスーツさんがね、昔どっかの動画でお話になってたんですけど、ちょっとそれ今探したんですけどね、どの動画だったか覚えてなくて、リンク、貼れないんですけど、将来ね、どっかで見つかったらまたこの説明欄にリンク貼りますのでね、その関心のある方はご覧いただきたいんですけれど、その基本的に線路の上走ってるのは、その JR のその専門用語というか、車内では列車というふうに言ってますね、列車。列になってる車だから列車ということですね。で、その列車っていうのはこの3つの種類に分類されるんですね。これは1つは客車列車、2つ目がこの電車列車、で、3つ目が機動車列車ですね。で、ここに列車っていうのがついてますけど、この列車って取っちゃって、客車、電車、機動車というふうに呼んでもいいんですけれど、で、この分類はですね、この客車っていうのはまず何だろうっていうことなんですよ。客を乗せる車両っていうことで客車なんですが、で、これはですね、実はそういう考えだと全部客車なんですけれど、これは客車列車ってのは定義がありまして、この機関車がついてるんですね。で、機関車っていうのは、この列車を動かすためのその動力源ですよね。で、ここにはお客さんを乗せることはしないんですね。で、その後ろにですね、この箱に車がついただけのやつね、これがついていて、この3両はね、お客さんを乗せるんですけど、自分で機関車なしで走ることはできないと。で、一般に付随車と言われるやつですね。付随していく車両ですね。で、そういうものを連結している、こういうのは客車列車というふうに言います。で、この機関車がこれを引っ張って動かすっていうね、ヨーロッパの場合だと、ね、この機関車の後ろについてるケースもあるんですけど、日本では、ね、多分ね、どっかに大井川鉄道とかにあったかな、もしかしたらあるかもしれませんが、そこはどうだかちょっと詳しく覚えてないんですけど、主流はね、この機関車、大体ね、日本ではこの客車列車って今だんだんなくなってきちゃって、ほとんど走ってないですけどね、観光用の SL とかそういうやつぐらいだと思うんですけれど、あとカシオペアとかもそうですね。
で、それに対してこの電車列車っていうのはですね、この各車両にこうお客さんが乗れるような、機関車はついてないんだけど、この車両の各車両の下にですね、小さなモーターがついてるんですね。で、これでその編成全体をこう駆動する、動かすという、これの仕組みになっているのが電車列車というものですね。それでですね、このモーターのついてない車両、これ付随車と言いますね。で、こっちは動力車と言いますけどね。で、これが電車列車です。で、この電車のこのモーターがね、ディーゼルエンジンにかかると機動車列車ということになって、まあ、機動車の付随車ってのは日本じゃあんまりないんですけれど、まあ、少数ですけど、あることはありますよね。で、まあ、このような分類になってます。で、ここでね、その各タイプの列車の写真をちょっとご覧に入れますけれど、この1枚目ね、これモロッコで撮影したものなんですけど、これ客車列車ですね。先頭についてるのは電気機関車、パンタグラフが上がってるのがわかります。で、2両目以降が、これ客車ですね。動力のついていない車両というふうになっています。で、こちらね、さっきと同じ駅で、ケニトラという駅で撮影したモロッコの列車ですけれど、これは電車編成ですね。3両ユニットのこの電車が2編成ね、並結されているというタイプですね。で、こちらスペインで撮影したものですが、機動車列車ですね。ディーゼルカーです。で、架線が敷いてないのがわかると思います。で、最後にこちらもこれスペインのもので、客車列車の例なんですけど、これ客車がね、タルゴという振り子式のね、車体が非常にこう低い車両ですね。で、機関車は通常の機関車なので、大きさが違っているのが明らかにこうわかると、そのような写真になっています。で、こちらの写真ですね。これチェコのケースなんですけれど、これ客車列車ですね。で、先頭に電気機関車がついていて、2両目以降が客車というふうになっています。これレールジェットと呼ばれる編成ですね。で、この編成をですね、反対側から見るとこういうふうになってまして、で、一番後ろの客車にもね、運転台がついていますね。で、これによってね、反対側にこう、走るときに機関車を付け替える必要はなくて、そのまま機関車を後ろに、一番後ろに置いたままこう押していくと、そのような運転をすることができるようになっています。ただしね、この編成の場合ね、機関車は先頭の時は230キロまで出せますが、機関車が一番後ろに来た時はね、200キロまでしか出せないというふうになっています。まあ、いずれにしろね、チェコでは鉄道の最高速度は160キロですから、全くその性能を発揮することができないような状況なんですが、まあ、オーストラリアとかそういう時に行った時はね、そのような制限が、機関車が後ろに来た時はね、スピードの制限があるというふうになっています。で、まあ、このチャンネルをご覧になっている方は鉄道のこと詳しい方多いと思うんで、まあ、こういうことは先輩承知だと思うんですけれど、まあ、一応そういう分類になっているということですね。で、じゃあね、一般的なその日本語としてね、こういうものを表す言葉としてどんな表現をしているかっていうことなんですが、まあ、その今はですね、大部分が電車っていう言葉が結構ね、広く使われているのかなというふうに思います。で、電車って言ったときね、例えばね、東京とか大阪、あるいはその大都市近郊のね、通勤用のその、列車ですね。ああいうのは普通電車って言いますね。私鉄の東急とか小田急とか、京浜急行とかね、ああいうのも電車ですよね。だけどその長距離行くやつはね、電車というのかっていうと、まあ、地域によってね、この汽車という言葉をね、使っているところもあるかと思います。で、それにはですね、歴史的な経緯がありまして、で、この鉄道が始まった時ですね、走り始めて新橋から桜木町、今の横浜の今の桜木町までですね、運転を始めた時には、これ SL が引っ張ってるこういう客車列車でしたよね。で、ここに蒸気機関車がついていて、客車がついてる。で、その蒸気のキーを取ってこの汽車という言葉ができてるわけですね。で、あとね、その頃にはね、丘蒸気なんていう言葉がありましたね。ここにちょっと書きませんでしたけど、船のその蒸気船が丘に上がったやつっていうことでね、その蒸気船っていうのはその鉄道の蒸気機関車よりもっと早く日本にやってきていましたので、それを、その言葉を使ってね、丘蒸気なんていう言葉も使われていましたよね。で、それがしばらくね、だんだんこう、鉄道の路線が延長されていきまして、横浜から先ずっと、京都、大阪、神戸などへこう延長されていくっていう過程が行われて、で、それによってですね、汽車っていうのはその遠くに行くときに乗るものだったわけですね。ということでですね、大都市近郊ではね、東京とか大阪の大都市近郊においては、この汽車が走ってる一方でですね、その市内の移動用のね、電車っていうのがこう登場してきますね。山手線のようなやつですね。あるいは私鉄のその、東急とか阪急みたいなね。これが登場している。これがその電車と呼ばれるようになって、その電車っていうのは主にその市内の移動のための手段だということですね。で、それに対して汽車っていうのは、その長距離、遠くへ旅行するときのものが汽車というふうに住み分けが行われるようになっていきました。それでですね、この汽車と電車っていうのは、この二つの言葉、そのような住み分けがこうできてきたんですけれど、一方でね、その技術がだんだん進んできて、この SL がね、蒸気機関車がディーゼルとか電気の機関車に置き換わると同時に、この客車列車がだんだん少なくなって、この電車列車っていうのが登場してきたんですね。
いわゆる小玉型というあの特急列車の頃から、そして新幹線で、その後に L 特急というね、あの長距離の移動についてもこのタイプの列車からこのタイプの列車に、ね、変換するということがだんだん起こってきました。でそれによってですね、この大都市に住んでる人たちの間ではですね、次第にこういうタイプの その汽車っていうやつは、ね、だんだんあの廃れていって、この生活の中からね、この見えないところにこう行ってしまったわけですね。でそれによってね、だんだんこの言葉もね、汽車っていうのはなくなって、その電車の方にシフトしていったんじゃないかなというふうに思います。でこれはね、まあ、いろいろ文献調べてみるといろんなことを言われているんですが、おそらくね、そのあたりなのかなというふうに思ってるわけですね。で、電車っていうのはもともとこれ電気ですね、電気の車っていうことですから、当然こういうのは厳密に言えば電車に入ってこないんですけれど、逆にね、この電気機関車に引っ張られてるこの客車ですよね。これはもう電車に入ってくるんじゃないかなと、理論的には思うわけですけれど、まあ、その辺はね、一般的な言葉の使い方っていうのは、そういう厳密でないところがありますので、まあ、そのみんなが、そういうふうに言っていればそれで OK と言語っていうのはその多数決で決まるっていう傾向がありますからね。そういうことでですね、この汽車っていう言葉がだんだん使われなくなって電車にこうシフトしていってるっていうのが現状かと思います。それでですね、まあ言語っていうのはその多数決で決まるって、これ別にね、その少数派の人、例えば記者っていう言葉を使っている地域とかね、あるいはそういう方まだいらっしゃるはずなんですけれど、別にそれは軽視しているとかっていうことではなくてですね、一般的な現象としてね、多くの人が使っているものが正しいと認識されるようになるというのは、これは別にそのように意図的にそういうふうに判断しているわけではなくて、言語っていうのはそういう性質がありますので、まあ、そういうことに倣って、これがね、広まってきているんだということですね。でね、言葉の内容は、この電車ってもともと商船電車みたいな、その都市の中を走ってるこの電車だったんですけど、それがだんだん、その言葉の意味が変化しているということですね。でね、これ一つのその大きなきっかけというか、きっかけじゃないですけど、これまあそういう傾向がもともとあって、それを後押しするようなになった事案がですね、この1982年ですけどね、当時国鉄だったんですけれど、この当時ね、まだ東京と大阪以外はね、都市の近郊のその鉄道ね、通勤輸送のようなものを国鉄はほとんど担っていなかったんですよね。でそれですけど、1964年に新幹線が開通しまして、東海道新幹線ですね。で82年というと、もう東北新幹線が多分開業した年なんですけど、でその頃にはですね、東海道本線とか山陽本線のね、線路の余裕がこう空いてきまして、でそれを使ってですね、例えば名古屋とか広島ね、この辺りの、その都市間輸送、都市圏輸送ですね、その都市近郊の輸送を国鉄もやろうということを考えたわけですね。で、それまでね、普通、その名古屋や広島周辺の列車っていうのも、長距離の輸送がメインで、通勤通学とかね、都市の中のこの移動っていうことはあんまり考慮してないような列車というか、そのダイヤだったんですね、ダイヤ。その列車の運転形態がですね、その長距離輸送をその意図したような形態だったんですけど、それをやめてですね、本数を増やして、毎時同じその分に発車するようなパターンダイヤをこう導入してですね、便利にしよう。で、都市の近郊のその移動にその国鉄も使ってもらおうということでですね、1982年、この汽車から電車へっていうこのキャンペーンですね、キャンペーンというか、こういうキャッチフレーズでですね、そのような方針転換をその大都市近郊、東京、大阪以外の大都市ですね、の近郊でその国鉄も行っています。で、こういうことがありましたのでね、ますますこの汽車からその電車へっていうこのシフト、その国鉄のその方策自体のシフトだけじゃなくて、この言葉のシフトもね、起こってきてるんだろうと思いますね。でね、言葉っていうのはこれ変化するってさっき言いましたけど、これ当然平安時代の例えばね、書物と現代の日本語って比べてみれば、これ明らかに違うっていうのは分かりますよね。中学とか高校で古文とかいう授業がありまして、で、これ辞書を引いてね、その昔の日本語の内容をこう読んだりとか、皆さんにした経験があるとか思うんですけど、で、結局それ1000年経ってその言葉が変わってるってことじゃないですか。で、平安時代の文章はね、京都とかあの辺で書かれてますから、その年代がその1000年ずれてってだけじゃなくて、その地域差もね、考慮しなくちゃいけないんです。単純な比較ができないことはできないんですけど、まあでも今のね、京都弁と、源氏物語のね、文章を比べてやっぱり違うっていうのは明らかなわけですから。で、その変化がこう起こってきてるわけですね。で、その変化はね、じゃあなんで起こるのかっていうと、これ社会の情勢が変わってね、新しいものが出てきて、それに対するその言葉が作られたりとか、いうこともあるんですが、その使ってる人たちがね、その言葉を使ってる人たちが間違えて言ったことが広まっちゃったりとか、あるいはね、わざとこう面白くその言うように言ったことが広まったりとかね、
それからこう長くて言いにくいものを短くしたりとか、まあ、いろんな理由があるわけですよね。で最近のね、言葉の変化っていうのは、例えばどんなのが、まあ、この他にね、この汽車から電車とか、この列車とか、この辺の言葉は、この電車が強くなってきてるっていうことが一つなんですけど、この例えばこれ、やばいなんていう言葉ね、こういうのがありますね。これ私が子供の頃、今から30年ぐらい前はね、これやばいっていうのは危ないとかそういう意味だって、ネガティブな意味しかなかったんですけど、ここ5年ぐらい前からですね、これすごくいいとかね、ものすごくポジティブっていう時にこれ使うようになってきてるんですね。例えばなんか、こうラーメンとかすごい美味しいラーメンだって、わ、このラーメンやばいなっていうのは、これやばいっていうのは危ないっていう意味じゃなくて、もうものすごいうまいっていう意味に使うわけです。で、そういう変化、この言葉自体の変化がね、出てきてます。で、それから、ね、文法の変化も、これ、ラヌキ言葉って、まあ、最近聞かなくなりましたけどね、これ、例えばね、食べられるっていう、今あんまり言わないかもしれないですけど、食べることができるっていうのね、食べられるって言ってたんですけど、それがね、その食べられるのらがなくなって、食べれるになるっていうね。で、こういう変化がね、これ20年ぐらい前に起こってきて、まあ、その起こった当時はね、ああ、こんなのダメだ、間違いだとか、言葉の乱れだとか、なんか散々言われてたんですけど、もう今、それから20年以上経ってね、もうほとんどこれも定着してきてますよね。まあ、ただ、ね、書く時にはまだそんなに定着してないかもわかりませんけれど、話す時はね、これを使う人が多くなってきているということですね。で、こういう言葉っていうのは、その時代が経つとこう変化していくということがあります。でね、この電車っていうのはまあそういうことなんで、私は実はね、いろんなところでね、この外国人にですね、日本語を教えるっていう、そういう仕事をしてまして、で、いわゆる日本語の先生ってやつですね。で、日本語の先生ってじゃあ国語の先生と何が違うんだって、これ厳密に違っていてですね、アプローチが全く違って、国語の先生ってのは、その日本人の子供にね、言葉を教えるっていうのは国語、日本の言葉を教えるっていうのは国語の先生で。で、ある程度他の別の外国語ですでにこうコミュニケーション取れる人を対象に日本語を教えるっていうのはその日本語の先生なんですね。で、私それをずっとやってきてるんですが、この日本語のね、教科書、その外国人用の教科書を見てみますと、この線路の上を走ってるこいつはね、これ全部この電車っていう一言で大体ね、片付けてますね。で、それはね、まあ、教育的な配慮というかね、これ結局そのこの電車なんてこんな言葉習うのって、まあ、初級の最初の頃なわけですよ。で、その時からね、いきなりこういう詳しい説明をしてですね、こういう傾斜は客車でしたよ、こういうのは電車でしたってやったらね、これも習ってる方がたまったもんじゃないですね。で、とてもこんなの覚えられないし、これ違いが一体何の意味があるのかとか、そういうことで疑問に思ってるんで、こんなにいちいち使い分けるなんて、日本人でもしていないわけですから、まあ日本語の成り立てにしとっては、当然こんなことを要求することはできないわけですね。だからね、ちょっとまあ、ある意味で正確じゃない部分がある。その電車、鉄道を走ってる乗り物を電車と言わないケースがね、日本語の中ではあることはあるんですよね。だけどそれはもう全部電車という一言で、ね、もう片付けてしまっています。で、そうしないとね、先に進んでいかないっていうのは、まあ、学生みんな途中でね、諦めちゃうんですよね。もう難しすぎるですね。で、そうなってくると教えてる意味もなくなってきちゃうんで、まあ、そういう教育的配慮からね、ほとんどその日本語の教科書を見るところ全部この電車というのも、一言で片付けてあります。でね、その他の、例えば、チェコ語なんかでどうなってるかって、チェコ語でこういうのことは、ブラックというふうに言います。ここに書きましたけどね、これはブラックと発音しますね。で、これがですね、実は、ここのポジションの言葉なんですね。この列車に該当する言葉です。で、この中には、こいつもこいつもこいつも含まれてるんですね、厳密に言ってね。で、これがその代表として使われている。一般的な会話の中で使われている言葉ですね。で、その下にですね、この電車列車を表すやつでね、パントグラフっていう言葉があります。で、これはパンタグラフってこの電車の上についてるこうひし形とか、あるいはこうくの字型のね、電気を収集する設備ですよね。で、この言葉を使って、この電車編成のことをパントグラフ使うソープラバーで、ソープラバーって編成なんですけど、あるいはこのただ単なる、単にパントグラフというふうに表現することがあるんですが、これは多分ね、一般的には使われてないんじゃない、普通のチェコ人はそうやって使わないんじゃないかと思うんですけど、鉄道マニアとかそういう人はね、鉄道の雑誌とか、インターネットサイトとかそういうの見るとか出てきますけれど、まあ普通はね、あんまり使わないのかなというふうに思いますね。で、こっちですね、英語ではこういうののこと、この列車のことね、英語もこの列車のことを train っていうふうに言いますよね。で、英語のただ、トレインという、これは面白くてですね、この列車っていうことを表すの他にですね、トレーニングっていう、訓練するっていう意味があるんですね。そういう意味の動詞ですね。それを、その二つの意味を兼ねた言葉になっているということです。まあ、その相互の間で何か関係があるのかって、それちょっとわかりませんが、
まあ、その一つの言葉、この列車という言葉がその別の意味を持っているというその珍しいケースです。珍しいのかどうか分かりませんけど、日本語やチェコ語にはないケースですね。っていうのはね、この線路の上を走っているあの乗り物ですね、あれを何というのかというそのことについてのご紹介でした。ご紹介というかね、私の意見を述べさせていただきました。まあ、結論から言いますとね、日本語ではこのもともと汽車と電車というこの2つの言葉が並列していたんだけど、だんだんこの電車というのは主流になってきたということですね。でまあ、現代ではもう電車という言ってしまう人が多いかなというふうに思うということですね。まあ、それはある意味でこの電というのは電気ですからね、その電気で動かないものについてもその電車という言葉でまとめていってしまうと、まあ、それはね、こういう言葉の変化というその原則がありますから、それによってそのこの電気というその元のことがね、だんだん薄れてきているという、まあ、そのようなご紹介ご説明でした。ではね、この動画はここで以上で終わりにしようと思います。ではどうも皆様ご視聴ありがとうございました。